メンソーレ俊茶です。メンソーレナオミです。実はこの間メダカの愛好家さんのお宅と金魚の愛好家さんというか生産者の方にお会いしてきたね。うん、うん、特に金魚の生産者の方っていうのは金魚好きなら誰もが知ってるようなめっちゃ有名な人のところにね、うん、遊びに行かせてもらって感激した好きな生産者さんだったもんでね、うん、そう2回目だよね。そうそうそう、ね、そう実はそういう風に巡ってね、うん、あとメダカの飼育っていうのはまだ1年ぐらいだもんであんま知らないもんでさ教えてもらったりとか、うん、まあ、金魚も俺たちは室内でやってるんだけどさ、それ本格的な養魚場さんでどうやってるのかみたいなのもね見させてもらったり、うん、話を聞かせてもらったりしてね、うん、やっぱりネットにはない情報っていうのをたくさん持ってて、しかも何十年もの経歴があるからすごい勉強になったね、うん、まあ、そういうのも自分たちの飼育に生かしつつ動画でもちょっとずつ発表できたらいいなって思ってる、うんうん、すごいやっぱみんな田舎に住んでるっていうかさ、うん、広大な敷地でやってるよねそういうこと、うんうん、どうだった？うん、うん、なんかすごいあの、うん、メダカの、うん、あの生産者さんのお宅に行かせて、うん、お邪魔させていただいたのはやっぱ初めてだったから、うん、ちょっとあのびっくりしたっていうか、うんうん、なんかすごいたくさん種類もいたし、ねうんうん、やっぱりあんだけ立派なメダカとかさ、うん、魚を育てるのは屋外だよね、うん、やっぱ屋外でなるべく自然に近い環境を用意してあげて、紫外線とか日の光とか風とかさ、そういうのがある中で育って魚っていうのは綺麗だよね、うんうん、メダカなんかもやっぱ色艶が違うらしいね、うん、室内の紫外線が当たりにくいところと比べて表のさ紫外線バリバリの、ね、もちろん気温が高いから今の季節はね夏は、うん、だからすだれとかで水温を下げてあげる工夫はもちろんするんだけど、やっぱ違うなって思ったね、うんうん、成長率も違うよね。大きかったし、すごいなんかキラキラのメダカがたくさんいて、うん、あとやっぱあのトンボが飛んでたことに感動して、うん、オニヤンマがしかも、うんうん、久しぶりに見たね。そう、オニヤンマをね久しぶりに見てね、うん、ちょっと嬉しかったかな、うん、そうだね、うん、そういうなんか自然の豊かなところで、うん、ね、そう、だからねやっぱ屋外飼育しないと本当にいい魚はできないなっていうのもあって、うちの実家の庭が丸空きなんだけどさ、そこでもしかしたらメダカ飼うかもしれない、うん、もしかしたらね。で親は一応いいって言ってくれたもんで、うんうん、ただ電気は通ってないから金魚はちょっと厳しいかなっていう感じなんだけど、場合によってはそれもするかもしれない、わかんないけど、ね、うん、でもやっぱり生産者さんもさ、いい魚を作る人は人間性もいいし、うん、すごい整理整頓もされてたよね、うんうん、やっぱ物がどこにあるかすぐわかるっていうかさ、綺麗にね、うんうん、あの金魚の生産者さんのところも私はすごい好きだね。そうだね、うん、ただやっぱ真夏だもんでさ、ビニールハウスめっちゃ暑いよね死ぬほど暑いよ ね、 大変だね、サウナだよね、うん、大変、うん、でもやっぱりご高齢じゃん、そういう熟練の生産者さんって、うん、でもやっぱそんだけ元気にさ、たくましく頑張ってる姿見てると結構俺は勇気づけられるけどね、うん、やっぱ自分も絶対年取っていくから、うん、なるべく若々しく元気な状態で何歳になってもいろいろチャレンジしたりとかさ、うん、そういう風に頑張って働きたいなって思う。そうだね、うん、なんかすごいなと思うね。そうだね、しかも魚ってさ、うん、何歳になってもできるじゃん、お世話とか、うん、繁殖も育成もね、だからさずっと続けられる趣味になるよね、うんうん、やっぱりねその育てる方のなんか愛情がねお魚に伝わってるなって思ったかな、ね、お魚見たりとかしても、うん、やっぱりそうだね、うん、心が伝わってるかなっていう感じだったのかな、ね、うん、感想的には、うん、うん、また遊びに行こうね。あ、うん、よかったら遊びに行かせていただくかと思います、うん、そうね、うん、
しかもさ、うん、なんと無料でね、うん、そこのお魚さんを譲り受けたもんで、うん、また今度動画でその子たちを発表したいと思います、うんね、はい、はい、それでは本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。またね、バイバイ。バイバイ。